ブレンターノ・ハインリヒ・ヒ・ホン・ブレンターノ・ディトレメッツォはドイツの政治家。所属政党はドイツキリスト教民主同盟。1955年から1961年に西ドイツ外相を務めたほか、1949年から1955年まで、及び1961年から死去までドイツ連邦議会でセディ議員団長を務めた。中央党の政治家。 オット・フォン・ブレンターノの息子として、オフフェンバッハームマインに生まれる。長兄・クレメンスは、外交官、中イタリア大使、次兄ベルンハルトは作家になった。1922年にアビトゥアに合格後、法学を学ぶ。在学中は、カトリック系学生団に所属した。1925年に第一次、1929年に第二次司法試験に合格。 1930年にギーセン大学で法学博士号を取得した。1932年にダルムシュタット上級裁判所で弁護士となり、1943年からはハーナウで検事となった。1945年以後は交渉人及び弁護士となる。1945年セティの決闘に参加。1946年から1949年まで、 ヘッセン州議会議員を務める。1947年に、党の州議会議員団長に就任。1948年から翌年まで、議会の占領地委員会副委員長。1949年に、第一回ドイツ連邦議会選挙に、ベルクシュトラーセ軍から出馬して当選し、死去まで議席を維持した。同時に、連邦議会、セディ議員団長に就任。 1952年には小選挙区制導入法案を提出した一人になった。1950年から1955年まで欧州評議会議員及び副議長を兼任。1952年7月から外省就任まで欧州議会議員を務めた。西ドイツが外交試験を回復しきた大西洋条約機構に加盟した後の1955年6月。 コンラート・アデナウアー内閣の外相に任命された。1961年の総選挙後、連立交渉において、自由民主党が外務政務次官のポストを要求して、外交政策への関与を要求したため、10月にブレンターノは外相を辞任した。ブレンターノは生涯結婚せず、母が1949年に亡くなるまで、その世話をしていた。晩年は、兄クレーメンスが、 イソーとなっていたローマに滞在することが多かった。ガンのためにダルムシュタットで死去し、その3日後に連邦議会で追悼が行われ、ダルムシュタットの墓地に埋葬された。1956年にイタリア共和国功労勲章第十字章を受章。ありがとうございます。